宇宙世紀00791月3日、地球から最も離れた宇宙都市サイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に対して独立戦争を起こした。わずか1ヶ月、ジオン公国と連邦軍の戦いは総人口の半数を死に至らしめた。それでもなお戦争は1年間にわたり続くこととなった。宇宙世紀00801月1日、月面都市グラナダにおいて、地球連邦政府とジオン共和国臨時政府の間に終戦協定が結ばれた。こうして後に一年戦争と呼ばれるこの戦いは地球連邦の勝利で幕を閉じた。だが戦いの火は未だ世界各地でくすぶり続けていた。来たぜ。フュー注意、死後は慎め。文句なら遅れてきた本体様にどうぞ。また朝が来たか。遊具隊長、注意を黙らせろ。2番機、死後は慎め。へいへい。司令部より各部隊、現在包囲網は約9割が完成した。2100をもって砂漠の風作戦を開始する。本作戦によりアフリカ大陸に潜伏するジオン残党の息の根を止め、この戦争に終止符を打つのだ。おかしな話、終戦なら1年も前に迎えたというのに。攻撃、どこのバカが撃ちやがった。なんだ、まだ作戦時間には。待て、味方の攻撃じゃない。調査状況を今確認してる。少し待て。2番機3番機応戦する。はい、了解しました。周囲の敵モビルスーツを撃破し状況をクリーンにしろ。了解。他の連中はどうなってんです。今も敵に集中を。文句も言わずにやってられる状況かよ。こっちは命がかかってんだ。遊具隊長、注意を黙らせろ。2番機、敵に備えろ。やってるでしょう。どうだ、ナイトだ。おっと危ねえ。よそ見して死んでちゃ世話だよな。司令部が攻撃を受けたってのは本当か。冗談じゃないぞ。まだそんなもの出てないだろ。
MS 中隊の信号が消滅。司令部との連絡も途絶えたままだ。連中遅刻したバスだよ、バカ野郎が。チッ、右も左も敵ばっかく。戦場が混乱している。少佐、下がって立て直しを。それは許可できない。なぜ？機関らは現ポイントから一歩も下がるな。黒幕の登場かい。とどまれば無駄に損害を増やします。そうやってまた41号作戦の時のように自分だけが生き残るつもりか。自分は司令部からの撤退信号。海賊曹操死ねってのか。竜具隊長の強運にあやかれば生還も可能だ。その強運は部下を殺すって聞いてますからね。現在前線司令部は交代しつつ部隊の再編を行って、そこを敵に追撃させるわけにはいかない。追随する手口をファントムスイープ隊でクリーンにしろ。たったの先に過度な期待をしてくれるぞ。けどやらなければ私たちもやられる。そういうこった。戦争は終わったってのに死んだらシャレになるんだ。戦闘に集中しろ。注意、上官だけじゃ大丈夫。遊具隊長、注意を黙らせろ。これじゃ軍港会議の方がまだマシだ。隊長はともかく、シェリーは何やらかしてるし。いい加減にしろ、注意。何も知らずに死ぬのも死なれるのも気分が悪いでしょうか。オーガスタ基地でテストパイロットをしていました。無人とか言わないよ。何か問題がありますか。パイロット不足もここまでだ。腕が立つから連れてきた。それだけの話だ。模擬戦ばかりうまくても意味がないでしょうが、ここはそういう場所だ。あんたは分かってんだろ。なあ隊長だよ。これが作戦って言えんのか。おかみってやつはいつもそうだ。任務が作戦だと抜かして結局死んだ声しか言わないんだよな。敵の撃破を確認しました。死にたくなきゃ避けるしかない。司令部順調に進んでいる。隊長を狙っている敵モビルスーツがいると。敵の攻撃が激しい。油断はするなよ。集中しなければ。俺は上官に恵まれない運命なんだ。完全通りでいい。これでうまくいく。司令部の対応を阻止できない。敵の撃破を確認しました。ここはもう持ちこたえられない。あとは味方に任せて応対するぞ。撤退の足を止めるだけだ。太陽ってぶつってる。司令部の動きに合わせてください。
残党の全滅を確認。任務は完了した。これが戦場。思っていたよりもずっと覚悟はしてたのに。生き残れば上出来だぜ。臆病者の自分に感謝するんだな。勇敢な人間から死んでいくもんだ。往生際が悪いぜ。逃がせばまたやってくるんだぞ。もう十分だ。あんたのその甘さがいつか命取りになるぜ。無駄口を叩いてないで撤退しろ。盗賊ともう一戦やりたいか。了解、分かりましたよ。隊長はモビルスーツに人が乗っているって考えられる人なのね。砂漠の風作戦は失敗に終わった。待ち伏せを受けたことから、おそらく、詳細に、アフリカ方、我々ファン、次の質疑。戦いの火は、未だに世界を赤く染め上げている。地球に降下したジオン軍の残党は、世界各地で、散発的なゲリラ戦を続けている。戦後急速に軍縮を進めた連邦軍は局所的な戦力不足に陥り、ジオンの残党の後手に回るという失態を犯した。連邦軍はこの局面を打開するため、ゲリラ掃討を主任務とする遊撃特務部隊を設立。それがファントムスイープ隊だった。平和が約束されたあの日から1年と半年が経過した。人々を祝福する鐘の音は聞こえず、乾いた銃声ばかりが届けられる。終戦とは一体何だったのだろうか。一年戦争が亡霊のように世界にのしかかっている。いや、亡霊は私の方かもしれない。よう、ここの舞台の腕のい、俺もめん、今はま、その時はま、ま、作戦司令部より緊急入電だ。砂漠の風、ファントムスイープ。